今元気か。ばあちゃん元気か。そうか、聞こえんか。ばあちゃん元気かって。なんでこのガキの声だけ聞こえんだべか。さゆりの声も聞こえるよ。嘘はいかん。この子は喋れんし聞こえん。俺とは話せるよ。まあ嘘言ったらダメだ。母ちゃんが言ってた。
ってやがんぞ。一番に来りゃ誰だってこんぐらい。姉ちゃん、この山にもらおうぜ。いいだね。やめろ、もうちっちゃいな。俺がもっとでかいん取るから見てろ。何やったんだ新兵、こんな高温のままほっといて。80度だぞ。なんでずっと見てなかった、あ？何してたんだお前、あ？姉ちゃん、姉ちゃん、こいつまたこんな絵描いてやがった。心配。すいません。もういい。誰にだって失敗はある。しかし、お前は本当に絵が好きなんだな。どうだ。東京行ってみないか。東京？うん、前にお前の絵を買ってくれた画廊があっただろう。はい。実は今朝東京に来て絵を描かないかっていう連絡があったんだ。新平には蔵の仕事よりも絵の方が向いてると私は思うんだがな。絵の仕事は嫌いか？いや、そんなことは。チャンスだぞ。好きな絵が仕事になるなら、そら、お前の幸せじゃないのか。うん、そうか。そんなら出発は早い方がいいな。先方も急いでるようだし、明日、私が連絡しておくぞ。
納得したんですか、新平くん。ああ、けど無理やり追い出したようだな。仕方ないわ、さゆりのためです。分かってる、分かってるさ。蔵を守るためにはさゆりと映像を結婚させるのが一番なんだ。そのためには身辺で出てもらうしかないだろう。分かってるよ。あなた、新平君の面倒を十分見てきたじゃないですか。うちで雇って寮に住まわせて高校まで行かせて、東京の画廊のことだってあなたがわざわざ。私たちはさゆりの幸せと蔵のことを考えるしかないんだよ。そうよね。この蔵を継ぐのはさゆりしかいないんだから。出てくのかい。うん。さゆりは俺のことずっと待ってるって。ばあちゃんと同じかい。え？なんもだ。心平、東京ででっけえ伊藤が釣れたら帰ってこいや。うん。聞こえるよ。
映ったぞ。いてて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 、母ちゃん、勝手にフラフラ離れちゃダメだって言ったでしょ。ごめん。川と空の両方に花火が見えるって、さゆりがね。花火が2倍？ここは特等席だねって。お父さん来たよ。あ、ほら、心配かけあって。あ、綺麗だな。加藤新平くん、着きましたよ。新しい時代は困惑なんかないはずさ。目を閉じて願おう。美しい世界を暗闇を行くのは一人で。魚がいるんだ。
新平。何が聞こえるの？セリの思ってる方。さゆりちゃんも聞こえるの？聞こえるかって。俺の思ってることが聞こえるんだって。二人は本当に仲がいいんだね。なんでもわかるんだね。え？おかえり。こんにちは。こんにちは。わあ。はい。大した取れたっしょ。ありがとね。あ、あっちから上がんな。あれ。お邪魔します。さあ、チョコレート食べな。ありがとう。なんもだ。いつもさゆりと遊んでくれるもんね。描く。なんてさ？ばあちゃんの絵描いてくれって。あれまあ、おばあちゃんの絵描いてくれるのんかい？うん。そこに座って。はい。新平は魚取りがうまいもんね。あの人もうまかったわ。ばあちゃんの好きだった人。幻の伊藤って魚を釣ったんだよ。40年も昔。もう一回釣ったら迎えに来るっちゅうて、それっきりだ。ばあちゃんのこと忘れてしまった。名人だね。ねえ母ちゃん、父ちゃんも名人だったんでしょ？父ちゃんは名人だったよ。誰にも負けなかったんだから。10
いいでしょう。母ちゃん。絵はやっぱ飾らなきゃね。うん。あー、いけない。母ちゃん夢中になって朝ごはん作るの忘れた。腹減ったけど、でもいいな、これ。母ちゃんの顔輝いてるぞ。ほら。神様みたいだ。なんだ？
あのマスだよな。うん、絶対あのマスだ。何してるの？ほら、そこのムサワちゃダメ。アメマス！アメマス見つけたんだ。僕のじゃダメなんだ。これ借りてもいいでしょ？
なんでかな。ああ、大した安っ子だべ。父ちゃんのだよ。これで誘おうとしたんだけど、ダメだった。そう、俺たちと友達になりたいってか。あまあ、声かけてくれたらうちのもんに運ばせっから。いつも注文してくれるだけでありがたいですから。さつきちゃん、この間紹介した人ダメだった。すいません。誠治のこと思ってくれるのはありがたいけど、いつまでも一人ってわけにいかないって。弟が死んでもう4年だ。高倉のボンの命助けて自分が死んじゃ仕方ねえよな。そういう人だから。あの山だけは気をつけろって言ったのに高倉なんかに刺されて。事故なんだから。それにお兄さん、あの人よりいい男いないから。あいつの畑なんかもう無理してすることないから。体壊すよ。いつでもうちの店来てくれていいんだから。私、じっぱりなんです。あ、新平君に持ってってほしまんだ。ちょっと待ってて。中でビールでも飲んでて。まあ、こんだけ天気が悪きゃな、しょうがねえでさ。今日もお日様出なかったな。まあ、ただし、お前さっきから何チラチラ見てたよ。見てねえよ。お前だって見てんじゃねえよ。見てないよ。ほら。母ちゃんに言いつけんだお前。いやいや、あの女高倉の子らしいな。やめとけって。なんだ、本当のことじゃないかよ。一人にしとくのもったいないね。それが一人じゃないらしいんだよ、あちこちを男がよ。俺も入れてもらえないかな。お前は入れてもらえねえ。入れてもらえねえよ、お前は。無理かけど、もったいねえ。そりゃもったいねえ。もったいねえよ。当たり前のことだ。ごめん、言いつけそこだ。聞こえてます。亭主がいないからってバカにしないでください。おめえら、またいい加減なこと言ったろ。さつきちゃん、おじさんがね、いっぱい食べて新平に大きくなれって。うん。うめえ。美味しい？うん。母ちゃんの？うん、大丈夫。今焼いてるから二度早く食べな。うん。あっちからフフしてね。うん。母ちゃん、うん、あのマスのオスが大人になったらお嫁さんを迎えに来るって本当？誰に聞いたの、そんなこと。アメマス、
雨がいっぱい降って川の水がいっぱいになったらお嫁さんを迎えに来るんだって。へえ、雨マスがそう言ったの。うん、友達になったんだ。雨マスがお嫁さんを迎えに来るってそう言ったんなら、そうなんだよきっと。さあ寝よっか。さあ寝ましょう。母ちゃん。ん？父ちゃんも母ちゃんを迎えに来た？何急に。また迎えに来る？アメマスのオスはいつお嫁さんが来るのか分かるんだって。だから山から迎えに来るんだって。今度父ちゃんが迎えに来たら母ちゃん行く？どこにも行かないよ。その夜、僕は夢を見た。色をいっぱいに使って、いろんな色を使って描いてみよう。はい。画用紙だよ先生。画用紙な。はい。おかしいか。新平、何描いてるの？お母さんの実家は59歳のおばあちゃんがいます。私はよくおばあちゃんの家に行きます。おばあちゃんの名前は中山静子と言います。おばあちゃんはよく洗濯物を畳んでいる時にのんびりとした感じで昔の話を。できた！お、完成したか？今度の絵はなんだ？なんじゃこれ、へんてこの魚。なあ、すんぺい、しばらくこの絵先生が預かってもいいかな。あわあ、さゆりの声が聞こえるか？どんな絵っ子だ？ああ、
ってる顔かい。俺も書く。こんな一個か。じゃあこんな顔だろ。兄ちゃんな、町の展覧会一等賞になったんだよ。へえ。お前なんかよ、何にも賞なんか取れねえよな。うん。お前に本当の絵を見せてやろうって待っててやったんだよ。よく見ろ、これが兄ちゃんの一等賞だ。ほら、よく見ろよ。綺麗だね。すっごく上手だ。本当に上手。よく似てるな。ひってえな。へったくそだな。全部新平が書いたんか。うん。ひとつも似てねえ。ちゃん、このバカは絵もへったくそだ。ちょうど顔のところは外れてる。どうも。今日は聖司の命日だったね。ちょっとお線香をあげさせてもらっていいですか。どうぞ。高倉さん、困ります。そうはいかないよ。あの時な、
私が足さえ滑らせなかったら。さつきさん、申し訳ない。いいえ、もう。お茶いかがですか。すいません。どうぞ。どうですか、一緒に町に出て買い物でも。買い物。今手合わせたら誠治の声が聞こえたんだ。さつきさんに新しい服の一つでも買ってやってくれないかって。あの人だって買ってくれたことなんかないのに。だから私に頼んでるのかもしれないよ。高倉さん。はい。あの人の声、私にも聞こえました今。え？新平のことです。あ、新平。もしあの人に恩を感じていらっしゃるなら、新平のことをよろしくお願いしたいんです。佐々木さん、それは言われなくても私は。よろしくお願いいたします。いや、分かった分かったから。いや、そんなにされたら私は困る。私の本当の気持ちが言えんようになる。さつきさん、私は本当は。ただいま。おう、新平。あ、おじさん。よ。ほら、挨拶は。うん、こんにちは。こんにちは。いつもサエルが遊んでもらってありがとうな。うん、ずっと仲良しだ。そうか。あ、さつきさん、私はこれで。あ、どうも、ありがとうございました。しべ、まだな。さよなら。あげる。本当？うん。大きい。すぐに新平も大きくなる。そしたらきっとよく似合うよ。ほい。お、かっこいい。
した綺麗なお嫁さんだ。あ、もう行くってか。あ、うん、さよならだってか。いつ？すぐか。さよならするために待ってたんだ。先輩君の担任の佐々木です。はい。えっ、どうも。新平、あんた何しでかしたの。こら、新平君が大変なことを。申し訳ありませんでした。違うんですよ、お母さん。私は先平君の担任をしております佐々木と申します。この度先平君の描いた魚の絵がなんとパリでグランプリを獲得しました。この賞は世界の児童画展で最も歴史が古く権威のある賞です。新聞さやらテレビやら8人も取材をしに学校に来ました。もう大騒ぎでした。えい、ちょっと大丈夫か先輩。本日は高倉社長のご厚意でこのように盛大なパーティーを開くことができて誠にめでたい次第です。それではまず高倉社長から乾杯の音頭をいただきたいと思います。皆さんグラスのご用意をお願いします。先輩、おめでとうな。子供たちのお祝いは学校で済んだようですから、まあ今日は大人たちのお祝いということで、新平君のお母さん本当おめでとう。それじゃあ乾杯。乾杯。皆さん一杯飲んでくださいよ。お酒なら売ることありますから。いやいや、退屈かい。こたつ入れ。うん。
ありがとう。グラスが空じゃないですか。すいません、ありがとうございます。いや、新平君のおかげでね、僕も鼻が高いですよ。すいません、もう佐々木先生のおかげです。とんでもございません、本当に。いただきます。先生、さつきさん、無理していなくていいんでない？みんな関係ない話になってるしょ。いや、でもあんた顔色悪いよ。具合悪いんでないかい？あ、いや、こんなに飲んだの久しぶりですから。新平は私の部屋でぐっすり寝てるよ。すいません。あんたも泊まってたらいいしょ。いいや、朝の仕事もありますし。心配起こすのかわいそうでない？そのまま寝かしとけばいいっしょ、ね、お世話になります。佐々木さん、大丈夫かね？大丈夫です。送ってくよ。今日はどうもありがとうございました。いや、
あ、お待たせしちゃって。まあどうぞ。はい。ここすぐに分かりましたか。ええ、なんとかやった。ごめんなさいね、迎えもやらずに。いえ。あ、申し遅れました。私、吉沢と言います。どうぞ。はい。加藤です。早速ですが、あなたのあのアメマスの絵、とてもいいと思いました。で、あなたの新作をですね。新作って？新しいレストランがベイエリアにオープンするんです。その壁にあなたの絵が欲しい。壁？ああ、申し訳ない。詳しいことは彼女から。いや、本当申し訳ない。あとを頼んだよ。はい。すみません。新平くん。え？こら、新平。掃除サボんな。ああ。ミカちゃん、すっかり東京の人だ。北海道の新人って聞いてたけど、新平君だったんだね。子供の頃から才能あったもんね。ここに絵を描けってこと？この店のオーナーが新平くんのアメマスの絵を見てね、そんな絵が欲しいって。あの何？いや、なんか信じられなくて。ねえ、いつも一緒だったあの子、さゆりちゃんだったっけ？元気にしてる？うん、元気だ。懐かしいなあ。私、小学校卒業してからずっとこっちだし、みんな変わっただろうな。変わらないよ、何も。とりあえず、生活に必要なものは揃えておいたけど、冷蔵庫の中も一応ね。けど新平くん、ほんと変わってない。私、変わった？困ったら電話して。いつでも飛んでくるわよ。うん。これはここの鍵。じゃあ、頑張ってね。うん。
高倉さん、はい。新平からの手紙待ってるんかい。さゆり、あんたが出したら。新平くん、書く気になれない？ホームシック？いや、なんか小百合ちゃんがそばにいればあっという間に100枚だって書いてたのに、彼女がいないとダメかな。私じゃダメなんだ。え？手紙書こうか。私、さゆりちゃんに新平くんのお尻叩いてくれって。いいよ、絵は描くよ。ここにはアメマスはいないよ。社長、話があります。さゆりさん、娘さんのことで。その言葉を待ってたんだよ。私はな、君とさゆりとの結婚には大賛成だ。よろしくお願いします。ありがとう、映像さん。よろしく頼みます、さゆりのこと。はい、どうぞ座ってください。これからは蔵のことも任せるぞ。頼むな。はい、頑張ります。ほっとしたな。
新平のことを考えたんだよな。あいつなんで東京に行ったと思う？絵を描くためなんかじゃないの？いや、社長がこれとも縁談の話を進めてるって話したら、あいつ自分で身を引いたんだ。あいつなりに蔵と小百合のことを考えてんだ。蔵の仕事できなきゃ小百合とは先に進めないって。本当だ。その証拠にあいつもう何日もずーっと手紙一つよこさないじゃないか。映像と結婚しろってかい。ばあちゃんも聞いたよ。蔵の後継ぎは映像しかいないんだと。映像のこと嫌いでないよね。さゆりは蔵を継がんとならんから。お父さんもそう言ってたと。お父さんの気持ち分かるってかい？ばあちゃんもさゆりが蔵継いでくれたら嬉しいもんね。蔵の娘でなかったら別の道もあったかもしれないけど。さゆり、来月の3日の土曜日はどうだ？その日は大安ですか？そんなこと構ってられないだろう。早い方がいい。やっぱり綿帽子よね、お父さん。そういうのはお前に任せるよ。何が着たいの？大丈夫かしら？仕方ないだろう。映像との結婚はサリのためだ。
かった。熱下がったみたい。熱？ちょっと風邪ひいただけだよ。しんぺいくんかわいそう。なんか書けなくて辛そうで。ばあちゃん。もしもし。もしも。さゆり。さゆり。お母さん、お母さん、これでよろしいかしら。いいんでないかい。Thank you.
姉ちゃん。おう。じいちゃん、伊藤は釣れた？いや、場所変えてもダメだ。川も変わるし、人も変わる。したけど、伊藤はどっかにいる。新平、ん？おめえの伊藤、しっかり捕まえれや。新平、お前にはちゃんと話しておく。でないと俺の気が済まないんだ。俺は小百合と結婚する。お前には悪いと思わない。お前より俺の方が小百合を好きだからだ。子供の時からずっとだ。小百合は絵が好きだから俺も絵を習った。誰よりも上手くなろうとした。小百合を守ってやりたくて手話を覚えたし、頑張って勉強して会社の経営の仕方も身につけた。東京の就職断って、小百合のために戻ってきた。絵だけ描いてただ小百合のそばにいただけのお前とは違う。ちゃんと小百合を大事にする。これだけはどうしてもお前に言いたかった。ご苦労様です。ご苦労様です。あるよ。はい、お願いします。幸せになりなや。
ばあちゃん。さよなら。おばさん、ちょっといいですか。なんだい。ああ、お母さん、さゆり見かけませんでした。へえ、さゆりがどうしたってさ。いや、別に。さゆり、高倉さん。おう、新平です。え、新平が連れ出したんです。新平、必ず捕まえます。安心してください。さゆりさんはどこへも行かせません。あの二人、どうやって。あの二人は話さなくても分かるんです。どうしたの。あの二人、もしかして。じいちゃん、さよなら。いいな、若いもんはいいな。あいつだ、あいつだ。
俺じゃダメか。どうしてもダメか。帰ろう。うちへ帰ろう。帰るぞ。帰るぞ。なんだ。私はな、お前たち二人のためにだ。もういいんです。分かってください。さゆりさんのため。心平、早く行け。A ちゃん、ありがとう。
私たちは何故に生まれ続けてきたのでしょうか。私たちは何故に